本番いきまーす。テイクワン。スリーツーワン。どけお前マジで邪魔だ。こんばんは。YouTube をご覧の皆さんこんばんは。ダフトピクシーのギターのゆうたです。音楽に出会ったきっかけは、まあ先週のケイタと同じで、あのうちの母親がピアノの教師をやってるんで、もともと音楽興味があって、まあそれで小学校中学校ぐらいにあの、まあ、いろんなアーティストを聴くようになって、まあ音楽好きになるじゃないですかっていうきっかけでございます。バンドを始めたきっかけ、バンドを始めたきっかけ、まず、まあ、僕エレキギターから始めたんですけど、エレキギターまず最初に買ったきっかけが、まあ、あのもう一人のギターのケータが、まあ、僕ら双子なんですけど、入学すると同時に、まあ、一番最初入学祝いみたいな感じで買ってもらうわけですよ、セット、入門セットみたいなやつを。そしたらなんか最初ケータが買ってもらってて、え、それどうしたのって聞いたら、なんかギターやりたいって言ったら買ってくれてっていう話をして、まあ安いものじゃないんで、え、なんでケータだけ、なんでケータだけってなってですね、で僕も買ってもらってそうですね、でギター始めたきっかけがそれで、まあバンドは一番最初は普通に友達とギターやもうやってたんですけど、学校がドラムをやってる人が一人しかいなくて、普通にセッションなんか合わせて弾いてみたりとかだけだったんで、バンドで曲をやったりっていうのは、なんだろう、曲はやったんですけどステージに立ってなかったんで、まあでもその世界でやってみたい、やりたいと思ったんで、まあ後々バンドメンバーを集めてですねって感じでございます。プレゼントでもらって嬉しいもの、いや、やっぱポケモン大好きなんで、ポケモン関連のグッズとかいただけたらとても嬉しいです。あとは気持ちだけで十分でございます好きな女性のタイプ、好きな女性のタイプ、容姿より性格のちょっと重視したいんですけど、あんまりかまってちゃんは好きくないです。ファッションはちょっと古着ミックスな感じが好きですね。そのぐらいです。今後の活動について、それはバンドですか、個人ですか、個人、いや個人かバンドかわかんないですけど、今年の6月末に新しく CD を出すので、まあそれをたくさんの人に聞いていただいて、少しでも多くの人にそのバンドとそれぞれメンバーのことを知っていただけたらなと思っております。それはお前笑うなよ、しまった、しまった、スタイリストもう一枚入ります。お願いします。はい、お願いします。じゃあマイク持ちましょう、マイク持ちましょう、これ、はい、マイク持ちましょう、滑って持ち危ない、これ、はい、これちゃんとちゃんと持ち方が大事ですから。ポコッとスタイリスト、滑りです。じゃあ本番入ります。次のライブは明日です、金曜日、22日金曜日、渋谷のスターラウンジというところで、僕らの主催のイベントを行います。まいちゃんの、うちのボーカルのまいちゃんの誕生日が2月25日なんで、ボーカルの誕生日の3日前でございますね、うん、みんなおめでとうを言いに来ていただけたら本人も喜ぶと思うので、ぜひ遊びに来てくださいお願いしますはい、カット。 YouTube をご覧の皆さん、またね。